どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。アップルの発表会であるね、WWDC22、こちらございました。今回もね、iOS とかね、はじめとした iPadOS、WatchOS ね、いろいろ出ました。とにかく新しい使い方いっぱい出たんですけども、そして新製品として新型ね、MacBook Air ね、M2 のモデルがね、これ新しく出ましたけど、で、また MacBook Pro もね、M2 チップ搭載、登場しました。まあ、そこら辺に関しては動画まとめてありますので、まあ、買い方とかね、選び方みたいなところですよね。そっち見てください。はい。まあ、ここについては今回はね、1ミリも触れませんので、なんで急に厳しいんだよって感じですけども、別の動画まとめてあるんでね。で、その新型 Mac に搭載されるのがですよ、 MacOS です。はい、新しくベントゥーラ、こちら登場しました。多分ね、どっかの谷の名前みたいなやつなんですけども、ベントゥーラってね、今日のご飯はベントゥーですみたいなね。はい、まさかじゃあ Mac でね、じゃあバイオハザードがね、今回じゃあできるようになったりとか、まあ、いわゆる MacOS 新しいベントゥーラ、ベントゥーラが登場しまして、じゃあそんな機能ね、はあるんですかっていうね、そういったものも登場したので、まあ、ぜひこれはちょっとシェアしたいなっていうところで、まあ、新機能いっぱいね、まあ、正直もう探せば探すほどいっぱいあるんですけども、なんとか7つにね、無理やりまとめました。無理やりまとめたので、これはすごい便利だなっていうところだったりとか、非常にこれなんか面白いなとか、今回も非常にわかりやすくね、まとめたんで、ちょっと皆さんと一緒にね、見ていきたいかなと思います。その前にまだチャンネル登録してない方はね、ぜひ横の通知ベルと一緒に押してからね、動画見てもらえればと思います。で、またいつも見てるけど、いや、登録してなかったっていう方はね、ぜひね、そんな方もやめてください。いい加減押してくれよ。はい、押すだけなんでね。ということで、ありがとうございます。ボタン押してくれましたね。はい。準備は大丈夫でしょうか。ではちょっとね、始めていきたいと思うんですけども、一つ目、MacOS ベントゥーラ、新機能、ステージマネージャーですね。何ですか？ステージで働いてる人ですか？みたいなね。違います。はい。で、今回アップデートのね、これ本当目玉の一つの機能だと思います。まあ、一言で言うとですね、より作業にこう集中しやすくなるようなね、まあ、機能かなっていうところで、例えばね、よくあるこの状況としては、Mac 使ってる時に Mac でこう Window っていう感じでね、画面あるじゃないですか。いろんなアプリとか画面をね、Mac 上で立ち上げることあると思うんですけども、これただね、僕もそうなんですけども、結構なんかね、いろいろ立ち上げるとカオス状態になることありませんか？はい。結構なんか物が散らばった部屋みたいなね、ぐちゃぐちゃになっちゃう時もあるんですけども、で、ここでステージマネージャーによって、で、右上のコントロールセンターっていうね、ところがあるんですけども、そこから起動すると、要するに作業してる画面っていうところ以外は、左端にこう整理されるっていうね、自動的にね、ステージ横でなんかこう待機してるみたいなね、感じなんですよね。なんでステージに見立ててると思うんですけど、で、別の画面にじゃあ例えば変えたい場合、時はじゃあクリックするだけで別のね、画面に変えて作業したりとか、もちろんドックから変えることもできますし、また面白いのがですね、これ画面を従来通りこう重ねるみたいなこともできて、これのメリットとしては結構グループ化っていうのがね、できるんですよね。ただこう中央に配置するっていうだけじゃなくて、開いた画面っていうのがこれ一緒にまあ要するに待機して左側にいるので、こう作業ごとに分けることができるんですよね。これが結構でいいなって思いました、個人的にはね。で、またこの例えばじゃあ選択したファイルっていうのあるじゃないですか。で、これを左側に待機したところに、まあ、そのままドラッグしてね、まあ、ボタンを押したままこう持っていくと追加できたりもするってことですね。まあ、プレゼンではファイナルカットプロで行われてました、動画編集のアプリですけどね。これでね、結構まあ作業をしやすいっていうか、まあ、結構いろんなこうアプリ開くアプリって大体まあ決まってたりするじゃないですか、使うアプリってね。で、グループ化しやすくなりそうっていうのは非常にね、いいなと思いました。はい。で、2つ目はですね、スポットライト検索。これ意外と、まあ、使ってない方もいらっしゃるかもしれないですけども、結構便利です。コマンドとスペースキーね、同乗しで、ね、画面出てくるんですけど、アプリを起動したりとか、例えば、ファイルを検索したりとかですね、 Mac 内の簡単にできる機能なんですけども、まあ、今回の、アップデートでですね、押したら簡単にこう中身が見えるっていう感じですね。クイックルック、まあ、検索した中身がそのまま見えたりとか、あと、写真アプリの中の画像検索、まあ、もちろんですね、ウェブ上の画像っていうのね、画像検索したりするとき、僕も結構あるんですけど、そういったね、画像もそのままスポットライトの画面で出てくるっていうね、形になりました。で、クイックアテンションっていうね、機能を使えば、タイマーをね、例えばセットしたりとか、まあ、ショートカットですね、まあ、Siri に、まあ、設定してそのまま使えるようになったりとか、検索した時のこの結果のね、画面っていうのも、まあ、結構やっぱ大きくなって、まあ、そのスポットライト上で結構見えるような形だったので、まあ、そこで完結するんでね、結構僕ももうちょっと活用しようかなっていうところは思いましたね。基本的にそのアルフレッド
っていうね、アプリ、ランチャーアプリっていうんですけど、まあ、アプリを起動するアプリって感じですね。ややこしいですけど、まあ、これも結構おすすめなんで、もしよかったって感じですけど、はい。で、続いて3つ目としてはね、メールですね。メールアプリは、まあ、僕あんま使わないんですけど、純正のやつ。まあ、堅実なアップデートが来てるって感じで、まずはですね、送信の取り消しボタンっていうのがね、できました。まあ、たまにこう間違えてバーンと押した時ね、あると思うんですけども、送信ボタンを押して、まあ、少しの間だったらね、取り消しできるっていう機能ですね。送信取り消し。あと、まあ、送信のスケジュール管理っていうのもできるようになりまして、地味にね、便利なんですけども、まあ、例えば、じゃあ明日の朝送るとか、今日あのメール書いておいて、みたいなこと。まあ、大体なんで、まあ、Gmail にね、まあ、あるような機能が、基本的にまあ追加されたっていうイメージかなって思いました。で、いいなと思ったのが、このリマインダー機能っていうのがあって、じゃあ、例えばじゃあメール見て、あ、やっぱちょっと後で返信しようかなっていうね、こと、返信しようってことあるじゃないですか。まあ、大体あの僕忘れますけど、これ忘れちゃいますね、大体。これいいのが、後で、例えばその時に自分で設定した時間ですね。まあ、リマインダーなんで、そういった教えてくれるので、これ確かにね、地味に、まあ、いいなと思いましたね。メールのなんでリマインダー。ということで、続いて4つ目、進化点としては、サファリですね。ブラウザ、あのウェブサイトとか見るアプリになりますけど、特にやっぱ Apple Silicon になって、まあ、やっぱ高速だったりとか、やっぱ電力とかね、やっぱメモリの消費とかもね、結構やっぱ抑えれるので、やっぱ Mac であれば結構、今はやっぱサファリがね、僕おすすめかなと思うんですけども、で、面白い機能としては、共有タググループっていうのがね、できるようになりました。これは要するに複数の人と見てるタブですね。共有できる機能で、ウェブサイトね、いろいろ開くと、こう、一個一個の画面のことタブっていうんですけども、例えばじゃあ友達と旅行のね、計画したりとか、あとなんだろうね、あの、まあ、ネットショッピングとかね、まあ、なんかみんなで、わかんないけど、やることあるかな。まあ、そういう時とかに便利かなっていうところで、じゃあ他の人がどのタブですね、どの画面を見てるのかっていうのがわかるんですよね。タブ上にこうなんか人のアイコンみたいなの出てきて、まあ、それリアルタイムで分かって、サファリで、あとまあメッセージとかね、あとまあ電話したりとか、まあビデオ通話とかも、まあそのサファリ上でできる。あのフェイスタイムでね、まあできますよって感じで。で、これともう一つね、面白いと思ったのがね、パスキーっていうね、ものですね。パスワードについてなんですけど、普通例えばサイトにこうログインする場合って、パスワードをね、こう入力しますよね。ただ、このパスワードね、最近やっぱよくありますけど、フィッシング詐欺というか、普通に偽のサイトを装って、あのパスワード入力してくださいみたいなんで、じゃあ仮にそれね、分からず入れちゃうと、あのパスワードね、取られて、そのまま乗っ取られたりとかね。結構あったりするわけなんですけども、ありますよね。で、パスキーはそのパスワードの代わりに、まあ、タッチ ID とかね、まあ、例えばフェイス ID とか、まあ、生体認証を使うっていうことで、まあ、要するにパスワード自体をちょっととりあえずもうなくそうっていうね、動きはしてるみたいですね。で、一応、まあ、仕組みとしてはそのサイトでしか使えない、まあ、電子鍵っていうのがね、まあ、作られて、まあ、もちろんウェブ上とかにもね、まあ、サーバーとかに置かれたりしないので、安全とのことで、まあ、なんでちょっとまあ、パスワードがね、今後やっぱなくなっていく未来っていうのもね、もうすぐ来るんじゃないかなと思いましたね、これ見て。生体認証は生体認証ね、ちょっとあの寝てる間にピッとか可能性もあるんで、まあ、まあそういうあれはあるかもしれないですけどね。まあフィッシングがまあでもなくなるといいかなと思います。5つ目、進化点としてはゲームですね。ここはね、Mac がとにかくね、まあ弱いところなので、まあやっぱパソコンね、PC ゲーム自体が、まあ特に、もともとやっぱ Windows 向けにね、作られてるっていうのもありますし、ゲーム用でね、まあそもそも Mac 自体はそのゲームに、ね、特化して作られたようなパソコンではないので、そういったもあるんですけども、そこがまあ今後やっぱね、変わってくるんじゃないかなっていうところはありますね。で、Apple Silicon っていうのがね、まあ、Apple 独自のこのチップっていうのが登場して、性能的にはね、まあ結構やっぱ上がってきたっていうのもありますし、やっぱ Mac のユーザー自体も増えてるので、あの Apple 自体もやっぱりそのゲームにね、Mac でできるように、まあどうにかその開拓しようっていうのはね、絶対あると思うんですよ。はい。ゲームなんてめちゃめちゃ儲かりますからね、正直。儲かる匂いしかしないと思うんで、まあどうやらそのまあメタルっていうね、ソフトウェア、まあこれ前々からあったんですけど、よりまあ分かりやすく高品質で待ち時間とか少なく、まあゲームを行えるようにさらに進化したっていうところで、まあ、ちょっと僕説明見たんですけど、なんかあんまりちょっと、ね、よく分からなかったです。はい、ざっくり言うと多分そういうことで、そしてね、今回バイオハザードビレッジがですね、バイオハザードですよ、アップルシリコンの搭載された全ての Mac に対応するということで、まあ、Mac でできるようになるってことですね。あのバイオハザードがなんかカプコンの人が出てきましたね、発表会で。日本語でめちゃめちゃ喋ってましたよね。なんか伊集院さんって方が対応するって発表ありまして、MacBook Air ではなんか一応発表会の中で言ってたのは HD、 フル HD なんで 1080p 1080万画素対応で、Mac Studio だとなんか 4K でもね、出力に対応するみたいなこと言ってましたね。はい。まあ、もしかしたら端末によって違うのかもしれないですけど、なんで、まあ一応今年の後半に出てくるっていうね、ことだったので、これめっちゃ楽しみですね。まあ Mac のね、やっぱその画面自体もまあ綺麗っていうのもありますし、またやっぱ音がいいんでね、特にこのプロモデルとか、スタジオディスプレイっていうのを僕も使ってるんですけど、まあこういったのって空間ディスプレイで、ね、
対応してるんで、空間ディスプレイじゃない、空間オーディオですね、空間ディスプレイなんかね欲しいよ、そういう機能も。要するに空間的にこう 3D 的に音が聞こえたりするので、これでバイオやったらね正直めっちゃ怖いと思うんですけど、やだな、そういう意味では。はい、まあ楽しみですね。はい、まあ一人じゃちょっとね僕怖くてできないんで、はい、誰か一緒にやりたい方いたらやりましょう。まあ今後多分 Mac にこう対応したゲームっていうの出てくるんじゃないかなと思いますね。6つ目、FaceTime ですね。これハンズオフ対応なんで、まあどっちかというとその連携面のところの強化になるんですけども、例えばじゃあ iPhone で、まあ今回の FaceTime ですね、でビデオ通話してましたと。で帰ってきて、じゃあ iPhone を例えば Mac にね近づけると、これ自動的になんか Mac が認識するっていう形で、はい、なんでそのまま MacBook にまあ移動して FaceTime の通話がそのまま大きい画面でね、 Mac の画面でできるっていうところ、これはで Mac に限らず、例えばじゃあ iPad にしたりとか、まあ、iPad からまあ iPhone とかもね、もちろん、まあ、そういったこともできるっていうところ、まあ、ここのやっぱ Apple の連携っていうのはやっぱ強みではあるので、まあ、面白いなっていうところで、さらにね面白い機能としては、これ最後7つ目なんですけども、連携カメラっていうね機能がありまして、これなんとね iPhone が Mac のカメラとして使えるっていうね、どういうことですかって感じだったんですけど、これはそっち行くかっていう感じでね、ちょっと想像となんか斜め上に行った感じですけど、まあ要するにスタンドとかをまあ iPhone につけて、あとはその Mac の上にねこうひっつけるって感じですね。はい、まあちょっと見た目がね、なんかすごいなっていう感じをしたんですけど、さらにすごいのはこれ FaceTime ねアプリ立ち上げると、Mac が iPhone を検知して、まあ、自動でそのカメラとして、立ち上がるっていうところ。iPhone を要するに、まあ、例えばじゃあ転倒させるとか、まあ、スリープ解除とか、まあ、それすらいらないらしくて、もう本当にカチッてつけて勝手に転倒するみたいな。これは結構すごいなと思いました。はい。で、やっぱ iPhone なので、じゃあポートレートでちょっと後ろをぼかしたりとか、背景とか、あとまあいい感じにこう光をね、当ててくれる、なんだっけ、スタジオライトだったかな。はい。まあなんかそんな機能もありますと。センターステージとかもありますね。人がこう、動くと映像がカメラついてくるっていうね、追尾機能とかで、またこのデスクビューっていう機能がね結構すごいんですけど、要するに自分のこう顔を映しながら自分のその手元の映像っていうのも同時に映せるっていうものでして、まあ作業の様子をね結構見れたりするんですよね。これどうやらなんか iPhone の超広角カメラっていうのねついてるんですけど、とまあ一応画像処理してできるっていうところで、これはちょっと実際試してみたいなっていうか、角度的にこれ映せるのかなっていう、なんか上からこう俯瞰映像みたいなね、なんか Mac につけた iPhone でできるっていうんで、これなんか角度的になんかね、どうやってやってるのかよくわかんないんですけど、で一応 FaceTime 以外でも、なんか Zoom とか Teams とか、まあいわゆるその Web アプリ、まあそういったアプリも連携カメラ機能はまあ使えるっていうね、対応するって言ってたんで、まあいろんなこう使える幅っていうのが広がって非常にこう楽しいかなというか、いいなと思いました。まあ特にね、そんなやることはないけど、なんか手元映したいなっていう感じで、もうただ手元映してるだけでね、やべえやつですけどね。はい。で一応このスタンドとかはベルキンと協力してこう iPhone を支えるスタンド、まあ、今年の後半に発売しますよ、まあ、登場しますよってことは言ってました。またねこれアップルさんうまく稼ぎますね。はい、ちょっと値段次第ですけどね、買わせてください。はい、あとはまあちょっと細かいところで、 Mac もねやっぱり本当にもう iPhone みたいになってきてるっていうところをですね、これ新機能を紹介しますと、例えばシステム設定の画面ですね、まあ、設定画面がまあ完全に本当になんか iPhone とか iPad みたいなと同じ感じになりました。てかもはやこれ iPhone な感じなんですけども、一応 Mac の設定画面なんですけど、さらにあと時計とね、と天気アプリっていうのも Mac で使えるように対応しました。これは地味に便利っていうところで、時計アプリはね iPhone とかとまあ同じように、アラームとかね、ストップウォッチとか、まあ、タイマーとかですね使えますと。てかまあ最初から入れてくれよって感じなんだけど今思えばね感じましたけど、まあ個人的にこの天気アプリっていうね結構いいなってことで、かなりこの大画面で天気のまあ情報っていうので、まあ見れたりするんで、細かい情報とかも前見れたりするみたいですね。楽しみですね。天気って大事ですよ。まあね、特にこれから多分梅雨の季節とかになってくると思うんで、この前はゲリラ豪雨とかありましたけど、完全にね iPhone やないかいってね思いました。まあ、徐々にやっぱ中身のまあチップをね、基本やっぱり iPad とかね、iPhone と同じものが今 Mac にも入っているので、どんどんね、こういいとこ取りをしていくのかなっていうところはあります。ということで最後、対応する Mac、Ventura なんですけど、対応する Mac について話しておくと、MacOS、Ventura はですね、まあ基本まあ大体、まあ細かいところはもちろんね、確認してもらいたいんですけど、大体まあ2017年以降のモデルは対応してるかなっていうところで、大体なんでまあ5年ぐらいは MacOS、まあ最新のものは対応してくれるのかっていうところはありますね。まあ
ぜひちょっとここら辺はね、自分の Mac 対応してるかどうか確認してもらいたいんですけども、リリース自体はまあ今年の、まあ、秋とかにはなると思うんで、9月とか10月とか、ね、僕らの正式リリースっていうところにはそうなるかなと。ということでね、ここはねなかなか良かったなとか、これちょっとやっぱ気になるなとか点あればですね、まあ、質問とかあればぜひコメントいただければと思います。ということで M2 ね、今回 MacBook Air ね出たので、そこのまあ解説だったりとか、まあ、次はね、iPadOS とかもねちょっとお話ししようかなと思ってますので、まだ MacOS も、ね、実際に試して気になる点とかあればね話したいと思いますんで、グッドボタン、チャンネル登録、横の通知ベルぜひ押してください。いつもね動画見てんのにまだチャンネル登録してなかったっていうね、お願いします本当に、はい。ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ということでね、Macはやっぱり予想通り iPhone みたいになってきてますね、想像以上に。はい、でちょっと私事なんですけども、今年の目標急にね言うっていうね、とりあえずちょっと登録者はね2万人にはしたいかなと思ってます。今だいたい1万2000人ちょっとぐらいなんですけど、ちょっと後半はねマジ本気で出してね行こうと思ってるんで、ガジェット系と言わずね、いろんな YouTuber、はい、いると思いますけど、道開けろとガジェット系 YouTuber 道開けろ、ダイキングが通るぞと、はい、ね、ダイキングドットが通るっていうところで、はい、以上です、はい、ということで M2 MacBook Air もね楽しみなんでね、 iPadOS とあと iOS とかもねちょっといろいろ面白い機能があるので解説しようと思いますんでね、はい、ちょっとお待ちください。はい、ちょっと鼻がかゆいんで終わります。いやマジでいけ、鼻かゆいな。